あれ？ホムラはどこに行ったの？ホムラさんなら寝てるで。起きてると腹がすくからって言ってたな。臨時収入のおかげでこんなに肉を買うことができたぞ。腹がよ、なんか楽しそうな夢を見てるみたいね。無理に起こしたらかわいそうですわ。あらもう、このままむしゃむしゃ寝かせておいてあげましょう。むしゃむしゃ。ヨミお姉ちゃん、その無心に食べ続けてる草、美味しい？美味しいか美味しくないかは問題ではありません。お腹にたまるかたまらないかが重要なのです。はあ、アルバイトのお給料日もまだ先なのに。わし感情ないけど食欲はあるんや。このままやと空腹で倒れてしまうで。おや？あれは何でしょうか？何か不思議な光が。お兄ちゃん、その野草を食べるのはやめなさい。幻覚を見ちゃってるじゃない。いえ、これは幻覚なんかじゃ。あれ？私にも見えちゃってるんだけど、何なのこの光。肉、マンモス肉。なんだここは。どうして夏で砂浜なんだ。誰か私に説明しろ。ホムラが寝てる間に不思議な光が現れて、その光に吸い込まれたらこんなことになっちゃったの。バカな、そんな不思議なことがあってたまるか。未来夢でも見てたんじゃないか。いや、それホムラでしょ。というかこれは夢か。もしかして私が夢を見ているのか。ならば肉よ、いでよ、たくさんの肉よ、出ておいで。山盛りのお肉たちよ、お願いだから出ておいで。ホムラちゃん、残念ながらこれは現実よ。なんだと。皆さん、誰か来ます。未来さっきは何、わしらとやり合おう言うんか。どうすんのホムラ。無論やるに決まっている。さっきに対してはさっきで答える。それがホムラ愚連隊だからな。順次よ、いくらでも相手になってやる。受けてみろ。よし、こいつで。受けてみろ。皆さん、よ
よし、こいつで。よし、こいつで。よし、よし、出せ。よし、わせ。こいつで。よし、出せ。わせ。出せ、出せ。よし、出せ。ふっけい、しゃあ、くらえ。こいつで。ちょっと、くるせん、こっちは。しゃあ、わせ。でいくんでいく。忍び転身。邪魔だ。薄っぺらいんだよ。しやがったぜ。ちょろいもんだな。しゃこれっぽっちか。こいつで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 。薄っぺらいんだよ。逆転戦突破。邪魔だ。逃がさ。やめたぜ。気がけ。やられるものかよ。私を楽しませろ。やられるものか。言いやがったぜ。私を楽しませろ。切り裂け。避けてみせろよ。燃えろ。さ、薄っぺらいんだよ。こいつで。なんだなんだ、これっぽっちで終わりなのか。私たちはまだまだ暴れ足りないぞ。アムラちゃん。アスカ、それにユミ、ミヤビも。ホムラさん、相変わらずお元気そうですね。これではっきりしたな。私たちは誰かの意図でここに集められたんだ。そいつは今から私が説明してやるよ。誰だ。この声はまさか。ちゃんと揃ったようだね。若き忍び学生の面々が。ばっちゃん。ばっちゃん、あの方はアスカさんのおばあさまなのですか。何やってるの？どうして家を出て行ったの？その辺のことはおいおい話すよ。お前たちをここに集めた理由にも絡んでくるからね。
どうした、ミヤビ。バカな、ありえない。どうしてお前がここにいる。私の目の前で死んだはずなのに。リョウキ、ただいま、ミヤビちゃん。みんな、リョウキお姉ちゃんが帰ってきました。絶対仲良くしてね。舞台に役者が揃ったようじゃの。さあ、これより祭りの始まりじゃ。こんなものとは。また一歩近づけたか。